よし、じゃあ鳴らし運転行きましょう。これキックが軽いのすごい助かりますよね。というわけで行きます。まず一速。お、トルクある。はい、二速。そして三速。そしてこれですよ、四速。これが欲しかったんだ。四速の本当にアクセルちょんと押すだけでこれ20じゃなくて30か出ますね。もうあのこれ 107cc ともなると 50cc とは全然別物ですね。これ鳴らし運転なので、まあどのくらいの回転数なんだろうな。最初は本当にこんな回転数から始めて少しずつ上げていく感じですかね。まああの広い通り走るよりはこの狭いところをちょろちょろ走ってる方が最初は楽かな。まあだん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 鳴らしていけばいい感じかなと。ちなみにこれエンジン、これ今4速でアイドリングプラスアルファなんですけど、トルクあるなぁ。でもこう走りやすいエンジンですね。ちょっとちょい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 3速いいね。このエンジン鳴らし運転が終わったらすごい楽しみです。ただちょっと気になるのが、最初の時は鳴ってなかったのタペット音ちょっと鳴ってます。これタペット音出てきてるな。ちょっと要調整ですね。これというわけで鳴らし運転の続きでございます、はい、こちらのリトルカブ、これ鳴らし運転今のところ10キロちょい走ったんですけども、うん、本当のオイル交換はもうちょっと走ってからなんだよね。本当はね、本当はね。だけど前なんだっけ、あの CM の時だっけ、うん、ちょっと走ってオイル交換したら大変なことになったんだよね。あのヒレキナの鍋入り、あれ5キロぐらい行ってすぐ帰ってきてすぐ交換したんだよね。それちょっと思い出しまして、はい、やばいなと思ってちょっとオイル交換します。今10キロぐらいなんですけど、はい、本当はもっと早くやりたかった。これがもしキラキラ出てきたら大変だよね。行きたいんだけど、その前に龍竹の足元がすごい気になるんだよ。それ何、下駄。下駄リラックスの日曜日の朝でございます。いい音です、いい音です。よし、作業しよう。では開けます。これカバーついても一応大丈夫なんだよね。さすがホンダだね。アンダーガードつけてもよっ、はい、今日お母ちゃんもサトシ君も忙しいね。忙しいね。父ちゃんとリンチ君だけはまったりしています。休日というわけで、はい、なんかあの若干回しづらいね、カバーが。これなんか下に敷けるんだけど絶対ボルト落とさないよね。ガコンバー振りフラグが立つ、指入らない。いや、ソケットちょっと汚れるの、承知の上で。もうダタンと落としたのも手なんだけどね。うん、そっから救出がめんどくさい。いや、さあどんなオイルが出てきますやら。いきますよ、光が当たる。せーの、ドン。大丈夫そう。じゃあない、じゃない。おお、どんなかな。どうでしょう、超メタリック。あのね、なんていうの、あのマーブル状っていうのかなんかね、美しいけどね。ただね、 CL の時よりはちょっとマシな感じだよね。あれでかいごつい金庫が入ってた。そう、塊がボトって落っこってきたからね。こんな感じです。まだ CL に比べて CL ドスぐらい墨汁だったもん、うん、見えますかね、このメタリックな感じのキラキラがあるんだけど、綺麗だね。あ、でも分かんない、これオイル全部出してみないと分かんないね。そういえばこれずっとこのペットボトルのこれ使ってるよね、うん、便利なんですよこれ。何代目分かんない、結構作り変えてる。というわけで、これでしょ、吸ってます。よいしょ。でバッテン印っていうのは俳優っていう意味じゃないですか。出したんだけど特に、うん、なんか見える。特に、いや、これは違う、これ元々の汚れだね。ないね、金属片らしきものは。
これが今残ったやつ。こんな感じ。光った、なんか今あった。映るかな。なんかね、ほんのちょっとちっちゃい、キラッと光るものがあるね。でもこれぐらいだね。見えた見えた。ちょっとカメラで映るかな。1、うん、2、あ、ちょうど太陽できた。いい感じの太陽が見えるかな。2、3個キラキラしてるのがあるぐらい。全然マシじゃん。とにかくさっきから全然マシとか普通とか言ってんだけど、普通じゃないんだよね。これちなみに10キロぐらいしかまだ走行してないエンジンオイルなので、あってはならない汚れ方。やっぱりこの中華エンジンってすごくまめにオイル交換した方がいいね。コスパいいっていうか悪いよとりあえずはね。でもこれで前のエンジンもそうなんだけど、だいたい500キロぐらい過ぎるともうまあなんとなく大丈夫になってくるので、一回だからこれ今10キロオイル交換ですげえな。あと何回フラッシングすれば OK なの？分かんない。次だから100キロぐらい、次100キロ、で200キロ、で500キロ、で1000キロぐらいでやっていけば多分大丈夫かなと。ちなみに今のところエンジンは若干タペット音が出てきたかなって前回ちょっと動画の中で私言ったんですけども、その後郵便配達のカボが横通りまして、彼の方がよっぽどすごかったね。ダガ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 ーってガチ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 って。まあだからまあ問題ないのかなと。今んとこ大丈夫です。何でしょうか。何今なんか言ったよね。いや無事塊が出なくてよかったねって言ったよく言うよこれでなんかね、カランと塊出たらね、ネタとしては面白いんだけど、オーナーとしては最低だよね。言っちゃったよ。難しいんですよ。何事もないと嬉しいんだけど困る、トラブルと困るんだけど嬉しい。いやどうなんだよ。これは本当にノントラブルで言ったら大事ですよ。このお値段で買ったエンジンが今だこう元気に走ってるっていうのがでも驚きだよね。ただエンジンの個体差っていうのは絶対あると思うので、まあ、それだけちょっと気をつけていただきまして、はい、はい、時でオイル交換いたしまして、次は100キロぐらいだね。これが新品になるのですよ。そうだよね。キラキラして、ドス黒いっていうか灰色。さっきのおかしかったよね。冷静に考えたらおかしい。普通はこれがちょっと暗くなって出てくるんだよ。そうそんなに少なくとも10キロじゃ、まあ黒くはなるけど、あんなキラキラはしない。あー、緻密だよ。はい、というわけで、リトルカブの中華エンジンの鳴らし運転は続きます。鳴らし運転終わったらね、また全開レポートをしたいと思いますんで、今回もご視聴ありがとうございました。